カジ君まだかな。カジ君、恋しいな。カジ君に会いたいな。じゃあ行きます。もう台本通り出ますか。お待たせ。あ、カジ君。なになに、カメラがあるじゃん。え、プライベートじゃなかったの？ごめん、ちょっとカジ君には言ってなかったんだけど、ちょ、プライベートではないかもしれない。だからメイクしてるし、マイクついてんだ。二人にね。え、なんですか？あの、ちょっと相談したいことがあって、はい、飲みます。え、飲むの？大丈夫かな、いいの？じゃあ飲もうかな。ね、カシスオレンジください。はい、カシスオレンジ、かわいい。これ何の番組なの？これね、要は俺が行きたい場所に行ってくれるらしいんだよね。偉くなったな。でね、うん、まあカジ君とも2人になった時に、うん、実際ここ行きたいなって場所結構出てくるじゃん。国内で行きたい場所ナンバーワンがあるじゃない。あ、あれだ、あれだ、富士山。へえ。にちょっと行きたいなって思ってて、うんうん、まあだって行きたいとこ行ける番組なんだもんね。そうそう、タイトルなんだっけ。岡本ラベル。なんか詐欺感があるけど。岡本ラベルで登れんだ。そう、登れることになりまして。そんなすぐ夢かなと思わなかったね。本当だよね。あれってさ、俺もよくわかんないんだけど、うん、冬登れないんだよね、きっと。それこそこの世の果てみたいな感じになっちゃうんじゃない。なっちゃうのかな。すごい寒いでしょ、だってね。だからもういつ登るかもちょっとよくわかってないんだけど。予報練習しましょう。妖精さん、ついにこの出来ましたから。もう小声もなしだったんで。じゃあ早速ちょっとここで、うん、イメトレしたいだと。はい、出ました、ドン。何、こちら。ここで我々声優なんで、うん、ちょっと予行練習しながら、うん、声を当てていきたいななんて思ってます。声優らしく富士登山をイメトレ。カジ君、今来ました。はい、はい、多分きっとワクワクしながら。カジ、あ、山が喋った。俺を、そんな怖いの山。俺を踏破するというのか、声カジ。よし、登るぞ。はいはい。もう夜になってる。もう夜です。結構登ったんじゃない。これね、7合目までは歩いていきまして。まだでも顔は余裕だよ。山は怖いみたいなこと言ったけど、全然楽しいなと思ってる。カジを今から恐怖のどん底に落とし入れてやるぜ。俺の印象なんか怖い人みたいな。そんなやつ登んなくないんだよ。あれ、ちょっと待って。え、怖い。え、どうしよう。リュック変わってない、帽子も。あれ、この7合目に来る間に貴様はもう自分ではないのだ。え、嘘、自分ではない。すでに神隠しにあった後、違う自分のドッペルゲンガーと入れ替わっている。マジで7合目でもうそんなこと起こっちゃった。もう哲学的な話になってくる。岡本くんが一回も出てこないけど大丈夫。次出るから、うん、え、岡本だぜ。どれ。これ、ツン、こ、岡本くん山から落ちてきてない、ね、岡本くん。まあ受け身取るにはやっぱ丸まった方がいいって言うしね。岡本くんすでに事故ってるの。俺よりだいぶ先に行ってんの。これですね、山の途中で崖が崩れまして、はい、え、ちょっと待って。何その台本に崖崩れ組み込まれてる感じ。大丈夫それ。ほら、やっぱ山だから。いや、そんな崖崩れの演出しなくていいでしょ。カジ君やっぱ乗り越えられる。巨人も倒してるし、行けっかなみたいな。でもこれはね、間一発で落石をかわす。間一発なの。この辺スッてなるの。うん、俺多分そうなったらちょっと今日帰りますわってなるかもしれない。あ、もうほぼほぼ帰るだけだからと、上行って。まあ大体山登りって上行って帰るだけではあるんだけど。まあ、うん、大丈夫だったね。大丈夫だった。命からがら、からがら、からがらは嫌だけどな。一回刺身食いましょう。え、めちゃくちゃ
ここでまだ俺どうなるか登りきってないですよ。間一発かわすところで終わってるから、うん、気が気じゃない中で刺身食ってんだよね今。実際落石なんて起こんないですもんね、おそらく。怖くなってきた俺も。でも俺ハイボール飲もうかな。ハイボール、うん、普通に飲んでるけど平気なのかな。平気だと思う。今日日本酒飲んだらいいじゃない。日本酒、カジ君日本酒どこ、何で行く。じゃあこちらが宮城の。あ、そうなんですか。はい、うん、あ、でも両方辛口って書いてある。辛口だ、うん、あ、結構来た。僕甘口華やか系な。じゃあ僕雪の美人を。はい、カジ君僕っていうか、じゃあもう一緒でいい。ほんと。うん、鈴木のソテーになります。鈴木、うん、はい、これ確かに岡本くん、落石注意。これは暗示してる。ちょっと暗示が、これが、はぁ、あ、はぁ、あ、岡本くんがソンって。岡本くんは山になりました。富士山に乾杯。すっきりしてるね。美味しい。水のようにね、ごくごく飲めそうな危険なやつ。うん、だからもう中止です、うん、うまっ。うまいよ。大丈夫なのかな。うん。俺が酔いたい時に酔う。俺だ俺だ。古すぎる。岡本くんのその感じはやっぱちょっといつもと違うから酔ってるのかな。酔ってきたね、うん、はい、来ました、ご来光。うん、もうご来光、うん、頂上に到着、ご来光を拝む。うん、カジ君綺麗だね、ご来光。ついに二人ともいなくなっちゃったけど。大丈夫、ここにいるの。ここに多分いると思う。あ、いる。あ、だいぶ広いだもんね。そうだ、だいぶ行く。そっか、ここで多分せーのでジャンプしてね、うん、こうやってジャンプしてそれをカシャッと、うん、取って。なるほど。さっきのなんか山、まだまだお前を認めたわけじゃないからなみたいな下りあったけど、よくぞ登り切った。すごい、友達になろう。すごい、山、富士山がもう友達に。友達に。そうなんだ。早速さっきも言ったけど、装備をちょっと整えに大事だからね、行きたいなと思います。なんならね、全然知らないから、うん、話も伺いたいしね。そうだね、うん、山を登るとは、うんうん、どういうことかか、ちょっと聞きにちょっと行こっか。じゃあ早速。岡本くん顔真っ赤だけど大丈夫かな。え、行こっか。いいね、行こうぜ。よし、じゃあよっしゃ、早速装備を整えに行きます。行ってきます。登山グッズのお店に移動。さあ、ということで、はい、店にやってきました。すごいね、さっきまであんな飲んだくれてたのに。まだ赤いよね。赤い。大丈夫かな。山舐めてんじゃねえよって怒られないかな。え、もう横に店員さんいるんじゃないの。大丈夫か。横田さん。横田さん、すみません、よろしくお願いします。お願いします。岡本と梶でございます。お願いします。川会の仕事なんです、ごめんなさい、すみません。ちょっとよくわかんない言い訳だけどね。そして大西さん。お兄さん、よろしくお願いします。一緒に登っていただけるということで。何回もじゃあ登られてると。そうですね。うわすごい。じゃあいろいろちょっとご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願いします。そうですね、お願いします。基本的なことを聞くんですけど、うん、この格好で登ったらNG ですね。あ、死にますよね。完全 NG でしょうね。よかった、よかったって。だからここにね、今日は装備を整えに来たわけですよね。じゃあまずはザックから選びましょうか。はい、ザック、カジ君何色が好きなの。色から入る。僕この色がすごいかっこいいなと。いいね、思ったんですけど、ただ、女性小柄な方向けの設計なんですよ。まあ似たようなもん。似てないわ。何を基準に言ってるの。俺の中での家畜。女性なんだ俺。僕じゃあ男性の M ですかね。しょってみて、しょ、あ、こう見るとやっぱでっかいなリュック、ね、背中にがっちりね。ね、背負い方としては骨盤の一番出っ張ってるところをパッドの中心に、はい、ウエストベルトのパッドの中心に当てていただいて、しっかり締めます。あ、でもそうすると腰骨で支えられるってことなんですか。そうですね、あの腰にしっかり乗るので肩が楽ですね。そうですね、すでになんかその感じは。でこのチェストベルトと胸のベルトは肩幅に合う程度に合わせていただいて、ショルダーと肩の上をなんかがっちりガードされてる感じするね。一体化する感じがありますね。もうじゃあ決まり、カリマ目立つ色の方がいいとか、それ別にそれはいいんですか。あのテレビカーから物を探すっていうのはあまり。ああ、もうそれ救助される前提ですもんね。それは。でも僕たちなんか落石があるっていう予言が、先ほど予言がありまして。落石なんてあんまりないんですか。ないですよね。あります。あるんだ、あるんだ。
富士山は。富士山です。じゃあ見つかりやすい。ここだよって言えるやつ。カリマ以外だと何かありますか、ちなみに。そうですね。おすすめ、この168ぐらいの男に対して。ミレーですかね。これフランスのメーカーなんです。フランスミレー。ちょっといいですか。よいしょ。おお。でも確かに本当はカジ君の言う通り、なんか安定感というかフィット感がすごいんだよね。いつものリュックより強い装備してる感じ。でもなんかショートもそれだけでかっこいい感じするよ。おお。なんか男らしくなった気が。反対向いて。ちょっと下から舐めますからね。じゃあ最後こっちに。ウィンクありがとうございます。ああいいですね。ああすごい。あほんまここすごい、うん、すごいですね。支えられてる感があるね。いいですね。じゃあ僕ミレーにします。変えて稼がなくていいですよ。ああ。そうするとザックのカーブとか。あ背中のまた違う。覚えよう。この感じこの感じ。なるほど。この感じ。確かに。はい、カジ君。あ、違いますね。あ、ほんと？あれ？自分のフィット感を大切にした。ほんとだ。ちょっともう一回そっちショット見てもいいですか？はい、ちゃんと選ばないとね、大事なやつですよ、これ。ああ、カジ君、やっぱいいね。繊細だからやっぱ。いや、大丈夫ですね。長屋で担ぎます。いや、そうですよ。どう違うんだろう？ちょっとわかんないな。はぁ、俺こっちかも。なんか、なんだろう、背中のラインに合ってる気がする、こっちの方が。背中のラインに、うん、あ、やっぱそういうのあるんですね。肩幅の背とか。うん。あ、俺これだわ。安定します、安定するの、さっきの覚えてる？あ、ほんとだ、違う。どっちがいい？なんか空洞がこっちの方が開く感じがする、背中に。背中のどの辺？背中にね、ここがね、空洞。ここってどこ？ここがね、こう手がこうなるぐらい。でもさっきよりも全然違う気がする。どっちがいい？もう一回こっちちょっと行ってみていいですか？すいませんね。すいませんね、本当に。まあ、お揃いで色違いっていう。そうですね。そうですね。ああ、こっちの方が空洞がなくて。そう、空洞ない感じするよね。俺さっきの方がなんか自分には合うな。こっちなんか。すげえシャンとさせられる感じがするんで。わかる。どうしよう、これをずっと続けると確かにもしかしたらきついのかも。いや、なってくるかもなって思うとは思っちゃいますね、うん、でもなんか短時間だったらこっちでなんか全然まあねいい気がしてて、こうやっていけるし。ただ短時間じゃないですもんね。はい、経験時間7時間カリマーにしますじゃあ色はね、後で後でそれとも選びましょうね。はい、はい、次はギア。ストック。え、長さがいろいろ。はい、あ、伸びるのか。伸びます。まあ、3段式になってまして、はい、ここでその人のまあ身長、うん、あとまあ上り下りで長さを変えていくんですけど、あの足の力だけではなくて手の力も使って上ることによってより疲れにくくなる。いい。登れそう。登れそう。どこだっていけそう。どこだっていけそう。一応台本に書いてあったからやるね。うん。メラ。はい、はい、続いてカジ君のターンです。持ちやすいっすね、すごい軽いよね、しかも、うん、思ったよりメラミン誰の台本書いたのこんなお店で滑るなんて。確かにこの中にいます犯人誰だ。この中にこれも色がね、うん、ウェアが決まったらまた来る。そうだね、なんかまずベースウェアなのかな。我々はウェア行っていいですか。カリマあった。カリマー好きになっちゃったカリマーだからね、我々これ雨具売り場、はい、ね、使ってる素材ですね、はい、まあ、がいろいろあるんですけども、やっぱり一番有名なのが、ゴアテックスって言われるこの、まあ、水が入らないのもそうなんですけど、うん、自分のかいた汗の湿気を、スムーズに外側に出してくれる素材になってます。いや大事ですね。その方がいい気がしてくるね。使い感がすごそうだもん。もうめっちゃうなずいてますもんね高井さん。ゴアテックスですか。いろんなあるんですけどね、うん、もうゴア神話じゃないんですか。ゴア神話、そこまで。我々もじゃあね、やっぱ、ね、ゴア神話に神話にあやかろうよ。あやかりたい。ちょっとまず M を、まあ、正直似合ってる。正直言うと似合ってます。少しゆとりがあった方がいいので。雪山にいそう
遭難してる人じゃない。こうやって選ぶんだね。ね、いっぱい装備があって楽しいね。でもね、うん、いやいや、これやっぱりプライベートで来たら大変だよ。わかんないね、うん、カジ君セールいっぱいやってる。あ、やったセールだ。セールこれいくら、これにします。もうちょっと選んでもいいじゃないかな。 40% オフ他にもあるでしょ、多分 40% オフのやつ。すいません、学割キャンペーンもやってますよ。あ、学生だったらな。じゃあ着替えていきます。30過ぎてますからね。ね、残念だからね、我々ね。え、何モザイクを。何意味ねえんじゃねえかよ、これの。早く着てくれよ。全然足上げがストレスなくなく、うん、全然いけます。 S でいけるかな。ちょっと履きますね。じゃあ行ってみたいと思います。あ、マイクがそうだ。カジ君失礼します。ちょっと、いや、もう、あ、あ、あ、カジ君の、カジ君出てないわ。どんだけ脱いでんだよ俺。あ、カジ君どう。あれ、まあ、長さも大丈夫そうですかね。はい、いいと思います。大西さんが全然僕の方を見てくれてないですよ。自分の次買うやつを今大西さんが探してて、全然僕のこの裾の感じを見てくれてなかったんですけど。何を見てたんですか、大西さん。今これいいなみたいな感じ。上のこれですかね。そう、ね、モンチラが好きなもん。靴ですよね。やっぱこれは履こうかなって感じですね。靴難しそうだな。靴ね、買い物も楽しいね。なかなかないもんね。ない。今日この後富士山で検索してみよう。富士山で検索する、うん、富士山どれぐらい装備が必要かっていう。今シューズ館だ。あ、また違うんだ。シューズ館ってところの境屋スポーツシューズ館に来ました。すごい。あ、でもかっこいいデザインいっぱいある。靴の匂い、靴屋さんの匂いする。登山用シューズということで、この選び方っていうのは大西さんがすごい靴は大事だっておっしゃってたんですけども、だから本当ストレスたまりますから。うん、なるほど。いや、靴難しいな。靴難しいね。デザインじゃないね、今回はもう。普段履いてるようなスニーカーみたいに靴底が柔らかいのを選んでしまうと、はい、踏ん張りが効かなくなってしまうので、うん、もう靴底がある程度すごい。本当だ。僕は 26.5 なんですけど、カジ君は、はい、僕ちっちゃいんですよ。25から 5.5 ぐらいの身長の割には小さめで、つけて、はい、でそのまま立っていただいて、はい、さあどうでしょう。24.5。 超ちっちゃ。あれ、カジ君30になって縮んだかも。24.5。はい、25ぐらい。26.5 なのに。なんだよ、あれ26.5。あ、こういうのあるんだ。ちょうどいいですか、はい、あ、ちょっとごめん、次の下り行ってる。疑似山、疑似山、疑似山さんが、疑似山淳さん。誰だ。疑似山淳です。どうも皆さんこんにちは。登山家の疑似山淳です。淳淳。さあ今彼がこの一歩を踏み出し、岩の健康ランドみたいだね。すごくちょうど良さそうな、歩きやすい。何これ、うん、でも思ったより軽いんだね、靴。ちょうどいい。へえ、あ、これすごい。どう。あ、でも歩きやすい。おう、そこで足踏みしてください。守られてる感が半端ない。あるね、うん、さっきズック背負った時の感じとが足にある感じ似てる、うん、どう。大丈夫ってことですか、それは。いや、最高ね、これ、うん、ね、ちょうどいい。カジ君いいの見つかった。いや、あったの。すげえおしゃれなやつ。ただこれもうちょっと用途が違うのかなって。だ、逆にいけるじゃないか。きつい幅が、僕それ履いてるけどね。履いてるんですか。じゃあ平気なんじゃないですか。女性用ですから。いや、それ大西さん履いちゃってますから。あと彼女の子なんで。女の子じゃない。そのくだりも、もう痛いの我慢して履いてる。おしゃれは我慢。女の子だった。おしゃれは我慢。あれ、カジ君もしかしてこれ我慢してるわけでもなく、ワンチャン、え、おしゃれは我慢でいく。いや、我慢してないです。いや、俺全然これちょうどいいんだけど、何の違和感もない。似合ってる。でもこれですね。ました、カジ君、それに決定。ライトや水筒もお揃いでゲット。はい、お願いします。決定です、はい、これでついに、はい、終了ですかね。揃いましたね。来ました。
はい、終わりました。じゃあお会計をしましょう。しましょう。はい。ありがとうございます。すごい、もう全部中に。わあ、すごい。え、重い、重いかどうか。ん？あ、でもあれ？あ、そんなに重くないですね。そうです、まだ水とかも入ってない。そうか。ブルーカリマー岡本。ブルーカリマー岡本。かっこいいじゃないですか。ブラックカリマーカジ。カジいやでも、はい、ここからねが本番ですから。そうですよ。次は山で会いましょう。じゃあね、バイバイ。富士登山当日。どうもおはようございます。おはようございます。おはようございます。いや今ね話してたんですけど、はい、全然寝れてませんそして、うん、今もう梅雨の時期でかなりね最近雨が多いんですけども、奇跡的にすごくない？ね、快晴。ものすごい快晴ではないけどもすごいいい天気で、ね、あと、はい、俺いろいろ買っちゃった。何？ちょっと何抜け駆けですか？あのスパッツっていうスパここに、うん、なんか石が入らないようにするやつとか。ちょっとその辺の話あのバスで詰めますんで。あ、分かった。いやちょうどですね昨日の深夜に限って、うん、出演させていただいてるアニメの放送ありまして、うん、どんな感じなんですか？ざっくり言うと。ざっくり言う作品内容は飛び込む作品です。寝れないよね。いつももうちょっと起きてるから、うん、でも始まるとやっぱ見ちゃって、うん、見るとこうやっぱアドレナリンが出ますよね。楽しくなっちゃって飛び込んじゃったんですかもうそのアニメのね、うん、ちょっと気持ち、そのなんかまあ僕らが見るのも初めてじゃないですか、オンエアで、うんうんうん、敵はどうかなみたいな感じで、あそこのシーン A どうなってんのかなとか ね、でやっぱ見終わったらこう、あこういう感じかとか、音とかお芝居が頭の中で回ってて、うんうん、プラス、あ明日早いんだ寝なきゃっていう思いでどんどん寝れないみたいな。え、待って、じゃあ何時に寝たの？俺だから結局寝れたの2時半ぐらいじゃないですかね。昨日背負ってみて思ったのは第一感想はやっぱ重だったの、うん、だから何とかして減らそうと思って昨日登山ショップに行ってですね、いっぱい買い込みまして、あのパックにしてなんかでっかいなんか長いストローみたいので吸えるように買ったの。それ買ったの。わー抜けかけなんですよいやいやいや、そんなことない。そんなことして、ちょうども連絡くれなかった。でもね、晴れてよかったんですよ、うん、よかった、本当に。雨だったらだって、何をしてたんですか？博物館に行ってました到着。着きましたね。着いた。いやすごいよ、カジ君。寒い。え超寒くない？あ、確かにちょっと肌寒い感じがする。すごくないこの景色。燃えかかってるよ白いね。もうカジ君の花みたい日本って白いんだね。白いね。こんな白いかい。あ、言う通り寒くない？寒くなってきた。ちょっと寒いよね。寒くなってきた。岡本君さっき今日は頂上でもあったかいみたいなこと言ってたけど、言った。全然寒いよ。全然寒い。5合目でこれでいける？戦える？うちら着よっか。着よっか。いや俺足引けるんだけど上が寒い。ほんと？うん。あとお腹すいた。もうお腹すいた。俺もすいた。うん。なんかもう食べたいもん、軽食ね。なんか下に山小屋があって、あそこでなんか食べられるみたいだから。じゃあすぐ行こう。じゃあちょっと、でもその前にまずこれ風邪ひくから着る？ちょっと着よう。うん。じゃあ一旦着よう。到着してすぐ戻るっていうね、うん、じゃあちょっと、ま、もうちょっと待っててください。着替えます。坂地君、暑いね。暑い。あのね、ちょっとマジで俺、うん、晴れ男すぎるよ。うん、ほんと晴れ男なんだよ。着いたら晴れた。ほんと、なんかさっきまでどんよりしてて、うん、で、なんか涼しかったんですよ。今めっちゃ暑くてもう汗かいてきたもん俺下に小屋があるから。あ、まずご飯を ね、そう。何食べたい？でもなんか泊まるところでカレーが食べれるらしいので、うん、ね、そういう噂があるよね。他のなんか良さげなものがあれば、うん、大西さんが、うん、登山家ジョーク言ってたからねね、あの俺のですね、このストック？ストック？ストックが、1本壊れまして、それを、まあ、大西さんが直してくれたんですけど、うん、ありがとうございますって言ったら、大丈夫、鼻くそでつけたからって登山家ジョーク登山家ジョークは滑らない、ね、滑らないってカジ君が言ってね。そしたらうちのマネージャーが、おうまいですねまあね、登山家の方が滑ったらもう大事故ですから、ね、大事故ですから。うわ、うわ、え、いい景色ね。これをさ、下上から見るとさ、雲海になるわけじゃん。やばいね。見たいよね、その景色。この霧が晴れてね、うん、この緑が。シャツ行きますかね。なんか冒険してる気分になっていいよね。セドナ行った時こういう感じだった。あ、ほんと。うん。え、まあ、この道歩いた。土は赤いんだけど、へ、コンクリじゃないもん。あ、
5合目制覇やりましたね。やったね。もうゴーチーズいいね。こんな感じです。あ、こっちの方が大きいか。あ、こっちじゃない。5合目のこれか。標高2000なんだね。我々が登るのはなんかいろんなルートがある中で、うん、これなんだよね。そう、須走り。はい、一番メジャーなのはなんだっけ。吉田口ルート、はい、でも人結構いない。ないない、結構前方に。ああ、本当だ。あ、でも涼しくない今。さっきより ね、なんか日がやっぱ風とかでもいろいろ変わるのかね。こんなに温度差ありますか。日が出てる、難しいね、出てないで全然違うね。早速山登りもね、こう富士山の脅威を、うん、今日トイレ200円我慢しますいやいやいや我慢しないで初めて来た5合目すら。あ、本当、うん、大昔に来たことある5合目はある気がする。こんな感じなんだね。ここで昼食。いや、ここお腹減ったんでちょうどいいですね、はい、こんにちは。お願いします。ありがとうございます。山登り前に腹ごしらえ。ここからはちょっとね、ご飯タイムをちょっとこの小型カメラで撮ろうと思います。カジ君です。ディーン、怖い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 、そういう演出するから。今、椎茸茶をね、うん、いただきましたね。ね、椎茸茶。さあ、いい登山に乾杯。すごい、椎茸のお芋が。ほんとだ、香りがすごいすごいする。どう、味は椎茸。うん、結構椎茸塩味もあって美味しいね、うん、俺好きです。俺椎茸苦手な人は飲めないですね。あ、そうね、ぐらい椎茸。何にするね、迷うね。そうなんだよ、やっぱりおすすめは何なんですか。やっぱりそばなのかな。何なんだろう、キノコそばなのかな。キノコがこんだけ美味しければビールある。ビール死んじゃうここはおじいさんはキノコがね、やっぱそうなんですか。あ、そうなんだ、素晴らしい。絶対に他には負けない。おお、自信があります。なるほど。じゃあカジ君、成功祈って。乾杯。乾杯。苦いよねビールって。それがビールじゃない喉がゴクゴクいってます。マスターキノコピラフ、いろんな種類のキノコが入ってますね。じゃあいきます。香りはバターとキノコの香りがするんですけど、うん、言われてみればキノコのバターホイル焼きって絶対美味しいもんね。ああ、美味しいね。その匂いがしますね。いただきます。うまい。うまい。さあどうですか。うん、うんうんうん、来ました。キノコそばのカジ君の到着しました。ラーメンみたいだねナルトあるし ねこれ丘のりっていうそうですよ。丘のり、どんな味がするんですかね。食べると磯の香りが。あ、そうなんだ。あ、そうなんですね。まずスープ。スープはやっぱり出汁が出てます。キノコの、うん、コシがある。おいしい。おいしいね。また、うん、カジ君です。後ほど登り始めたら。そうね、またというわけでズルズル、バイバイ。富士登山行ってきます。登るぞじゃあ早速行きますか。はい。いやついにね、なんか半袖で大丈夫な気がする今はね。正直まだ全然。これが道なき道に変わった瞬間だよね、うん、多分喋れなくなるんだろうな、ここから。いや、そうだよ。でも番組だから、うん、その辺気にしないと。あ、でもカジ君これ思った。これ喋ると酸素なくなるね、結構。黙ろえ、あれ罠あれ罠かな。シャーってなるね、針がスイーンって。こう、あ、すいません。靴の底をね。あ、そうですよね、最近アリがね、大変だからね。確かに。お、大丈夫ですか。お、今我々が登りますよっていうのを。そうです、何かあった時にすぐ飛んできてもらえる。あ、なんか植物の感じが見たことない感じのになってきましたよ ね。これどんどん酸素薄くなんだよね。で、僕、うん、家帰る時に階段で部屋までこう、うん、ちょっと最近は。マジで帰ってました。もう脱落者はいないですか。大丈夫ですか。これなんですか。そうです。これカメラさん大変だよね。もう待って、楽しい。カメラとかやめません。もうすぐストックに夢中だね。楽しい。ストックが体重を預けられるよ。全然違う。全然違う。なんて言いました今ストックいらずのストック。
梶裕貴です。すげえ、初めてこういう感じのね山登り。なんかでガチっぽいですね。ぽいっすよね。滑りそう。高尾山の終盤がもう来てるみたいな感じです。いやでも最高。空気気持ちいいんだけどね。あれやろ、うん、そこら中から精霊とか動物が出てきそうだよね。子供がね。すごい、こんな楽しい。こんなところ歩くのないよね。ほんと気をつけながら歩かないと。怪我するねこれね。ね、暑い。いや運動してますからね。こういう歩かすんじゃなく、必ず全体をねこう踏んづけて歩くようにしてください。はい。あと歩幅もちっちゃくていいですから。ああ、うん、ちっちゃい方がいいってことが分かりました、うん、さっきの計算を見ながらゆっくりと、うん、歩いてください。じゃあ今の教えを、ね、のこれぐらいだな。なんかあのふくらはぎとなんか危機感感じたらすぐ行ってください。危機感、ふくらはぎ無理すると釣りますからね。ああなるほど。え、その時は休憩した方がいいってことですか。うん、休憩して。ふくらはぎはその手を伸ばしますから。はい、最高。大好きだもんね、カジ君こういうの。本当に今後もオカモって呼んじゃいそう。カジもラベルって呼んでくんないもん。ラベル難しいよね。なんでってなるの、うん、ラベ勇気じゃないかな。ラベ勇気です。ラベ勇気です。誰も喋ってないです。誰も喋ってないからなんかこれ喋れなくなるね。でも番組だよなって俺思っちゃうんだよ。えらい。オカモ、え、オカモの番組でしょ。6号目で喋ればいいかなって思っちゃうよね。今日でこれでしょ、うん、1号分で。明日の方が絶対やばい。明日はだって7、8、9、10でしょ、うん、今日の4、まあ単純計算で4倍でしょ。平気やばいよね。時間足りる。ちょっと道の雰囲気が変わりました ね、うん、さっきまで岩肌ばっかだったんだけど、ね、でもカジ君ほんとね、俺汗かかないの全然、うん、普段、うん、でも、うん、汗かくから、うん、これきついと思う。うちのマネージャーカジ君何ヘルニア。みんな持ってないわ。でも整体で俺腰どんだけマッサージしても、うん、取れない痛みがあって。よくないね、やっぱさ、うん、うちらさ叫ぶからさ。そうそうなのよ。こういう姿勢でガッて入れるからさ、ね、うわーって言うから。そう、うわーって言うから。うわーって言いがちだもんね。あとうわーってね。あっ、あえ、見てください、この景色。なるほど、なるほど。タッチー。残念です。あれ、カジ君が全然。オカモー。あ、すごい響いたね。響いたね。消してやる。燃え尽きろ。怖い奴らが山登ってる感じになっちゃうね。あ、これ危ない。涼しい。涼しいぞ、かも。涼しいよ。スズモ。スズモ。スズモじゃん。あ、なんかいいね、この感じ。あ、酸素が美味しい。はあ、これはいいな。気持ちいい。ここでご飯とかね、食べたいね。もう最高だね。ここでバーベキュー。あ、ほら植物がなんかちょっと雰囲気がまた変わった。うん、地面に入らなくなってるもんね。どこ行っても見たことない植物ばっか、うん、これが岡本ラベル。雰囲気がいい、やっぱこのもやのね。これほんと気をつけてくださいね。やっぱ明るいとこだと気分もちょっと違うね。そのね、草で遮られてないと。これさ、夜やばくない？ヘッドライトで登るわけでしょ、これよりやばい。そう。いや、登ってきたね。ね。でも全然まだまだなんだよね。これ今、5合目から6合目の間の何割ぐらいですか？今、標高差140ぐらい上がりました。140。だから2100ぐらい。たった140。あ、そのタオルの支給まで。すいません。ありがとうございます。なんてできたスタッフなんだ。これが岡本ラベル。俺別にゲストのだけなんだよ。すごいな、この道。誰が作ったんだろう。これそうだね、最初に作った人がすごくない？これもともとはこう繋がってたんだよね、多分。で、これでもスコップとかでさ掘ったわけでしょ、多分。歩いてるうちにこうなるわけないもんね。ね。いや、これすごいよ。相当歩いてるの、これ。巨人が歩かないと無理だよ。はい、岡本取るよ。いいね、いいよ。かも、カジもナイス。かも、ここはすごいな。カジは自然のストックを手に入れた。俺、自然のストックを手に入れたよ。ファイト一
発早いよね多分ねまだ言うのそうねこんなとこで言ったらダメだよね取っとかないといやいいね人生に一度の経験をしてる感じがするよほんとよかったありがとう岡本君こちらこそ一人じゃ登りたくないこれはプライベートで行ってたらあきついよね痛い目見てたと思う俺もそう思ういい汗かいてるねカメラだって絶対重いよねちょっと歯始めて持ってみてもいいですかカメラカメラいいっすよこれを持ちながらのカジカメ違うけどね違う、うん、これを持ってのね山登りはだって右腕が今結構盛り上がったもんね筋肉がカメラさんとか音声さん技術さんはほんとすごい頭上がんないよね毎回、うん、絶対できないしまず手ぶれするもん俺それ技術的なところでねまずねでもその代わり我々ね役者としてのね、うん、プロ意識を持ってお喋るだってお芝居中にちょっと喉痛いんでやめますって言わないじゃないですかは絶対ありえない、ねうん、キャラクターは喉痛くないからっていう理由で、ね、そうですよ痛からこれはどうなんだろうね、うん、映像企画はどうなんだろうねいやもうバラエティに関しては、うん、そのハプニングもう込みじゃないですかすごいなここもここもここもすごいそれがもうほんと山登るってこういうことだよねねやばいこれ嬉しい本当に嬉しいどう今山と対話してるしてる俺は、ね、でもなんかもう感じてるよあ本当本当最高ですあ最よかったうんなんかね山はね S なんだなって思ったちょっとというとその心はなんか語りかけてくる言葉が、うん、この斜面はどうこの石はどうって聞いてくる感じあそう感じるんだなんかねこれをこれを乗り越えてらっしゃいみたいなあでもまだ我々全然だからさね頂上行ってもしくは降り切った時に初めてどう思うのかが大事だねねはいチーズ PV とかに出てくるのねわおすげえなちょっと元気になるねこの景色ね違ういい写真いいねスタートして 280m ぐらいですかん 280m ぐらいそう標高差ね登りましたいやはい水で約100回100回100回あそのゼロからしてってことそうそうそうちょうど今101回ぐらいまで上がってるんですかうわ高層ビルですごいあでも100回ぐらいなんですねうんじゃまだまだ行けるどういうシステムだっけ一番最後が井出さん今まさかのまさかのついに水をあ重要だよね水俺はちゃんとあの時二人で買った思い出のこの水筒で飲むけどね、うん、岡本君は知らないストローみたいなの飲むおあすげえ方向結局6号目まであと 200m あたった 200? たったまだでも6号目にもたどり着いておらずはい先は長いですが1号すら行ってないんだもんね1号分もねね5号全部でかけないようにそうでもすごい楽しいです僕はよかった、うん、俺も楽しいよ岡本トラベル最高やったオーカモオーカモオーカモそれぞれの旅のね思い出をラベルしていくっていう意味でさうまいな、カジ君はいつだってうまいんだよないつだってうまいんだよ下野さんも同じこと言うで君はそういうの上手だよねってあ、すごい、また岩肌だ岩肌だってやる岩肌だ岩肌だ岩肌だ だ誰だって言いにくいよ、ね、誰だ誰だここまでだ言えないここまでだここまでだ待てたあとは任せたぞ任せたぞ嫌ですねあ、お、あれ、嘘、着いた。え、これで、え、これ幻覚？もう200m？早っ。よいしょ。6号目到着。到着。やりましたね。やりました。ドゥルルル。6号目到着。移動しようと思ったところ。ここで会うと思います。最後に。ちょっとありえそうですよね。来なかった。着いたら我々でなんか感想トーク取っとけばいいんですよねきっと井出さんいないですけど大変入ってるかもしれないあとは任せたあとは任せた任せたもやだよね任せた荷物そんな重いって感じなくないめっちゃ重いマジでうん
俺普段からカバンにいっぱい重いもの詰めてるからちょっと一息入れましょうか。このさ、もややっぱ雲いいよね。うん、子供の頃からずっと雲食いたくて、霞を食べる、食べてみたかったんで。千人じゃん美味しいのかなって子供の頃から思ってた。食べていいよ。どう？突然ですが、酸素を吸ってかっこいいこと言うコーナー。いただきます。酸素を使うとどうなるのか。どうもこんにちは。そういう歌じゃないから違う。なんかボケロ感すごかったじゃん今あんの代わりに。お前も酸素吸えよどう変わった？おかしいでしょどんな状況なんだろう。絶対変わんないでしょ、うん、かなり危機的状況だし ねそんな余裕持った甘いセリフとは聞いてる状況じゃないよいいから早く吸い尽くしちゃって。もう吸い尽くしてやる一貫のクロス。よいしょ。さあ、ありがとう。これ以上よし。こういうそういうバラエティ的な。ありがとうあれ雨降ってきた。え、ポツポツ。ああ、ほんとだ。あ、あれか。見えてきたぞ、カジ君。やったね。いや、瀬戸館って書いてある。上にしなそれ違う人だ6号目の俺たちが泊まる瀬戸館っていう建物が見えてきたぜ。てっぺん撮るしよカメラさん、ちょっと待ってくださいよさあ、着いたぞ、オカモ。あー、ラベル着いたよ。本6号目。6号目、今日僕らが泊まるところ瀬戸館さんですね。瀬戸館さん、お世話になります。お願いします。すごい、ここからの景色やばいね。あれ頂上、あれ見えてんのが頂上ですか。あれが頂きの景色。あれか。いい写真ですね。はい、いいよ。さっきも真っ白になったんですよ。さっきまで結構明るかったんですけど、やっぱすぐ天候変わっちゃって。5合目からここまでが2キロぐらいで、うん、こっから頂上までが1キロ。直線じゃないからね。まあ、ね、いや、ここまでも大変でしたよ。でもちょっと、そうね、頂上を加味するとやばい、これでへこたれたらやばいかもっていう気持ちがあった。だからね、だからなくてまだよかった、うん、ここだからキャンプファイヤー囲みながらみんなでバーベキューして帰るんだったら最高の、うん、あ、最高、ちょうどいいね。夏ですよ、ね、晩ご飯、さあ何が出るんだろう。ようやくね、こうカレーが。いやー、これ楽しみにしました、ね、待って待って、お腹減った、うん、どう。いや、減った、うん、めっちゃ減った。しかもおでんあるらしいから。ちょっと待って、え、下の方にいっぱいある。下の方にそうだね、ちょっと宝探しみたいな。おお、せっかくだからもう静岡ビールでも飲んじゃおうかな。ええー、じゃあ俺もちょこっとで明日後悔する。そしたらごめん2人で飲もう。2人で、じゃあ俺5分の1飲むから2人での割にバランスおかしいめっちゃ弱いんだよね、ほんとに。まあ岡本くんよりカシスオレンジとか。カシスオレンジあります？あるわけないもう今からもう寝て、そうね、夜中には出発しなきゃいけないんで。だからね、食べ18時ぐらいに食べ終わってね、うん、寝て、で11時に起きて12時からアタック開始。はい、うん、じゃあ乾杯しよう。はい、よろしく、頑張ろうね。お願いします。乾杯。乾杯。はい、スタッフの皆さんもお疲れ様です。お疲れ様です。ほんとこの後もよろしくお願いします。お願いします。防寒がすごいでしょ。寒いんですよ、外がすごい寒い。おやすみ、カジ君。はい、というわけで、おはようございます全然違うんだけどね、時刻的にはね。まだ12時前なんで。そう、今から寝る人の方が多いでしょう、社会人の方が、ね、まだ七夕です。そっか、会えてんのかな。会えたかな。ね、しかも時間が時間なんでね、これ間に合わないかもしれない。ここからまだ先が長いんでね。そう、頑張りたいと思います。頑張ろう。これから森林限界出て、はい、だいたい岩稜近くになっていきますので、はい、ゆっくりと。で、岩稜になりましたらストック1本片手減らして。はい、あ、そうなんですか。1本でね、まだ大丈夫です。8号目が僕は木の枝だから。じゃあ、ちゃんとストックにちゃんとしました。文明の力に。やっぱね、使うとこのクッション性が大事だってことが分かりましたね。木にはないからね、クッション。ない。ゆっくり行きますので、はい、はい、お願いします。はい、じゃあお願いします。よいしょ。こんな暗い中ね。暗いよ。当然山登り自体初めてですけど、ね、暗い中登るのも初めてだからね。そして寒いよ。あの、足元気をつけてくださいね。僕はでも本当高山病にもね、ね、気をつけなきゃいけない。うわ、こんな大きい岩がゴロゴロ、すごいね。これは危険だわ。これライト必須だわ。
絶対見えない。当然照明なんてないからね。ね、月に向かって歩いてる名言出ました。月、明るいよね。うん、最高ですね。カジ君、映れ。目がやられた。目が。人がゴミのようだ。パルス。そろそろ7合目が見えてきたのかな。だね。あ、本7合目はまだ先ですね。7合目です。それがよくわかんないですけど。3000台まで来たよ、カジ君。おお。呼吸的にはどうですか。あ、でも暖かくなってちょうどいいですね。さっきよりはなんか登り始めがやっぱなんか酸欠をすごい感じましたけど、でもね、こっからがまたきついと思うんで。手使うことが増えた。全然違うね。岩肌を掴むことが、ストック折れましたし、えでして。だからこれ山の神が、ストックは1本でいいって言ってる。それが岡もトラベル。違う違う違う。俺。締めにちょうどいいなと思って。ありがとう。7合目、うん、過ぎ去って、うん、本7合目が見えてるのに全然遠いよ。ね、ちょっとこう蛇行してるからね。ね、いや、本当飽きない。なんかどこ見てる一番。結局足元見ないと危ないんだけど、うん、たまにやっぱ月を見ちゃうね。月を見ちゃう。うん、すごい本当に綺麗で、昨日なんか、うん、山との対話したけど、うん、イコールなんか自分との対話だなと思ったね。なるほど。今までの在り方とこれからの在り方について変わりそう。すごい考えるね。ああ、うん、なんか精神的に鍛えられそうな気がする。なんか、うん、弱音とか言ってやんない感じ。そうだね。ね、自分が登らないと進まないしね。でもなんか結構、うん、淡々と黙々と登る作業、うん、嫌いじゃないんだなって思った。あ、分かる。でも変化があるからね、うん、その地面にもさ、こういう砂利道と、うん、砂地と、うん、岩肌とみたいなあるからね。ね、まあ、あと、うん、とにかく歩けば少しずつでも近づいてるっていうこの感覚がたまらない。普段我々はさ、うん、どう何を頑張っても何に近づいてるか分かんないし、分かんない。結果が出るとは限らないじゃん。でもゲーム収録の時にワード数があるからね。そう、どんどん減っていく感じで、うん、にちょっと近い。それはその感覚は確かにあるな。めっちゃ甘くなったらセリフが、うん、後半だなんて。それはでも休憩しろってことだね。雪です。凍ってます。7月8日ですけど、そのぐらい寒いってことだね。お腹すいた。おなすい。おなすい。俺の名はおなすい。俺の名はって嫌じゃない。俺の名はな、そう、おからあれつやだ。俺の名は、俺の名は、君の名は、君の名は。入れ替わってる。岡本ラベルが大して変わんないけど。着きました。本7合目。よし。標高3200m。そろそろ見えてくるかな。ね。8合目が。部屋的なシルエットが見えてきた。うん。近く見えてきたね。ね。なんか登ってる最中は帰りたくなる気持ちが出てくるんですけど、それこそが弱さというか己の。カジ君、これは8号なんじゃない？マジで？書いてある？江戸屋8号目、やった。おー、来た。8号目来たよ。明日絶対筋肉痛だ。これはね、このあれ全員登山者見えます？あのなんか光がね、動いてるんですけど、あれ全員今おそらく9号目から、うん、あそこまでね、とりあえず行けば。あそこまで行ったら人肌があったかそうだね。もうゆっくり行ってもちょうどいいぐらいだね。ね、うん、よかったよかった。まあ焦らず、うん、慎重に行きましょう。行きましょう。はい、私は岡本くんと、うん、いっぱい本当にいろんないるね、形で時間を過ごしてるね。ね、プライベートも本当にイベントというか仕事も、うん、急接近。細谷さんも入れたいね。そうね。その3人ぐらいが安心して平気な感じかな。ね、鳥居まで来ました。はい。本8号目です。やった。はあ、なんか来てみるとあっという間だったね。そうだね。よし、鳥をじゃくぐってお邪魔します。お邪魔します。ここでスタッフ1名ダウン。行きます。ごゆっくり。まずの分まで頑張ります。はい、目指せ頂上。9号目でご来光を見ます。頂上はね、人が多いからね。
そう、そう、あくまでそれが理由だからね。ね、別に間に合わないとかじゃないんだからね。何デレなんだろう。だいぶ色が赤みを帯びてきましたね。グラデーションが超綺麗。どこから太陽出てくるんだろうね。一番明るいところかな。あそこ、この辺かな。いや、見てください、このすごいいい景色、色すごいですね。マジか、これ、何これ、ほんと綺麗だね。うん、我々ついにね9合目まで9合目ですかね。そろそろ9合目に着きます。いや疲れたね。これはきついね。きつい、正直。元気だね、今のピッチでついてくれ、大したもんですよ。あ、本当ですか。うん、このコードでこのスピードで上がってる。ああ、いやでもきついですけどね。結構きつかったですね。でも大丈夫そうですね。もうすぐ9合目。よし、じゃあ鳥をくぐりますか。とりあえず9合目行きますか。はい、いやあ、はじくん。うん？呼んだだけ。すごい。何これ、お金だこれ。そう、お金が詰まってるんだよ。曲がってたりする、すごい。こっからちょっと危ないかも。うん、なんかマジで落石注意。よし。よしゃ。よしゃ。結構やっぱね、高度が高いんでね、息がハーハー言うんですよ。言うよ。ちょっと歩いただけでハーハー言うもんね。うん。もう話そうものなら死にそうだもん。でもハーハー言わないと酸欠になるからね。ね、我慢していけないからね。はあ、いやでも明るくなってきて、富士山のねこの斜面とか全貌がだんだん見えてちょっとね、やっと景色が分かるようになってきた。ね、分かってきた。うん、正直これ一人で来てたら多分ね、早々にギブします。諦めてたかもね。これ諦めてるかも。いや、本当に酸素が薄い。うん、もう目に見えて薄い。ああ、来ました、ここは9合目。イエーイ、イエーイ。ああ、あと200ないですよ。よし、頂上まで来た。これ来た、これ。はあ、なんかちょっと元気になるね。これ某商品ですけど、真ん中っち大好きでしたけど、こんなに美味しいの初めてですね。すごい合成みたい。今大西さんから筋肉が回復促進するサプリをもらったので。でもよく高山病にならなかったね、はじくん。うん、まあギリね。じゃあ上がりましょう。あ、そうなんだ。なるほど。綺麗。いや、息切れが早すぎる。ここでアフレコやったら死ぬね。BL とか絶対で。寒くて口が回らない。カジ君大丈夫、体力あるよ。なんて。俺正直カジ君ここまで登ってくるとは思わなかった。なんでだよ。なんで上からなんだよ。繊細だから。繊細と体力は別だろ。はあ。もう頂上だね。あ、出てきた。あれか、出てきた。だいぶ下から来るんだな。あー、見える。すげえ。いや、すげえ赤ね。あんな赤いの。赤いね。今朝4時だって。もう何時かわからないね。はあ、出てきた。すごい、すごい赤いですね。すみません、携帯撮ってて。いやー、すごいよ、カジ君。ね、いや、来るとよかったね。こんな綺麗に見える。日本っていいね。いいね。いや、超綺麗ですね。なんかあのカメラでも十分綺麗なんですけど、肉眼だとさらに光が強く眼球に突き刺さってくるっていうか。この日の出はめちゃくちゃいいね。うん、なんかさ、雲がちょっとあるせいでハンバーガーに見えない。真ん中に雷光が見れた。ただ頂上じゃない、まだ。なんで頂上を目指して行ってきます。頂上行ったら2人でこうジャンプの写真撮りたいんだけど、危ないか。よっしゃ、頂上着いたね。来ましたね。すごいよ、ついにこの景色。後ろもほらね、我々五光を指しているというか、鳥居がね、鳥居があって、やりたいことがありまして、はい、あそこに太陽が見えるじゃない。
うん、眩しいね。あれバックにちょっと青春チックにジャンプしたいんだよね、うん、2人でジャンプして宙に浮いてる瞬間を写真に収めて収めたい。なるほど、青春ですね。やりたい、うん、ジャンプできるかな、ドキドキするな。足、ま、手上げて手足は曲げるのね、うん、せーの。これはいい青春写真撮れた。あ、でもちょうど真ん中にね、うん、ね、あ、最高じゃないですかこれ。ありがとうございます。うおー、いいの撮れた。これ最高、これ思い出だわ。これもういい思い出。うわ最高や。カジ君やっぱりいい角度で飛ぶね。やっぱりってなんだよ。ありがとう。いやもうこれはね、今日楽しかった。今日っていうか昨日からずっと楽しかった。岡本ラベルに呼んでくれたからこそこの、いや最高のロケーションで最高の写真が撮れました。こんなことに付き合ってくれるクレイジーな、ね、役者はね多分いない、うん、まず富士山登って深夜1時からアタック開始って、あ、12時かすごいよ。まあでも言うて忙しいからね。いやいや過酷は過酷だったね、うん、そうだね。でもすごい楽しかった。最後にカジ君、はい、ズバリ岡本ラベルとは何ですか。岡本ラベルとはどうだった。もう挑戦でしょうね。多分他ではなかなかやれないような企画に挑戦させてもらえる、うん、まあやりたかったことでもありますし、だからきっとね今後も、まあ、僕はまたお邪魔させていただけるかどうかも分かりませんけども、うんうん、行こうよぜひね。きっといろんなことにね、うん、他ではやらないことに挑戦していってくれるようなそんな番組なんじゃないかなと、うん、ありがたい思います。チーム岡本ですか。そうです、カジ君含めて、うん、ラベル含めてチーム岡本、はい、まあ、最高のメンツでここに来れたなっていうふうに、そうね、思いましたね、うん、ぜひまた来てください。こちらこそお願いします。ありがとうございます。いや本当素敵な旅、富士登山になりましたね。なった、はい、あざした。皆さんもご覧いただきありがとうございました。